友楽館は、茨城県日立市にある、日立鉱山の福利厚生施設として1917年に完成した劇場である。1967年には、日立鉱山から日立市に寄贈され、現在は日立武道館として使用されている。1999年に、国の登録有形文化財に登録され、2009年には、日立市の有形文化財に指定されている。 なお、陶器寺内では、と楽館と同様に、日立鉱山の娯楽施設として建設された、元山劇場と日立鉱山の資産であった諏訪鉱山の娯楽施設であり、やはり、日立鉱山が経営していた諏訪会館についても、触れていく。日立鉱山創建直後である、1906年2月に、開作が開始された日立鉱山第一建工。1905年12月。 富士組を退職した、久原房之助は、茨城県日立村の赤沢銅山を買収し、日立鉱山と改名する。赤沢銅山は、佐竹市の日立統治時代から開発が始まっていたとも、言われ、江戸時代に入ると、しばしば採掘が試みられたものの、採算が取れなかったことに加えて、鉱毒問題など公害を引き起こして、地域住民との間に、トラブルが発生し、水戸藩が、 鉱山開発を規制してしまったため、鉱山開発は思うように進まなかった。赤沢銅山は明治以降もしばしば開発が試みられたものの、やはり経営が軌道に乗ることはなかった。これまで開発の試みが挫折し続けてきた鉱山を買収した久原房之助であったが、久原は買収した日立鉱山を日本を代表する銅鉱山に成長させることに成功する。 明治時代、産業全体がまだ未発達であった日本において銅は数少ない外貨獲得源の一つであり、政府は銅の生産拡大に大きな関心を持っていた。銅の生産は日本の経済発展の牽引役としての期待を担い、成長していく。久原久之助が日立鉱山を買収した頃、銅の生産に新しい流れが始まっていた。まず、 日本の産業発達が本格化する中で、重工業が発展し、電力需要が増大して、銅の国内市場が拡大しつつあった。また、くはらふさのすけが、日立鉱山を買収する前に、所長として、鉱山再生に尽力した、小坂鉱山で成功した生荒金吹き精錬は、これまでの精錬法に比べて、燃料使用が大幅に節約できた上に、精錬が困難であった。 複雑な蘇生の鉱石や低品位の鉱石も処理が可能となったという画期的な技術革新であり、日立鉱山の発展にも大きく寄与した。そして、まくり上げ機を導入するなどの最高の電力化、削岩機を採用するなどの機械化も他の有力道鉱山よりも遅れて開発が本格化した日立鉱山では当初から積極的であった。その上、交渉の幅が広い編成交渉である。 キースラーが工渉の日立鉱山は、階段法という新しい方式の採掘法の採用に適しており、1905年末の日立鉱山発足直後から階段法が採用された。さらに、日立鉱山にとって追い風になったのは、上磐線沿線にあるという、その立地であり、これは、足尾銅山など他の日本の有力銅鉱山よりも、はるかに有利であった。 このような銅の国内市場の発達、精錬、最高の技術革新、恵まれた立地条件を最大限に活かすことによって、日立鉱山は急速に発展していく。豊富な埋蔵量がある上に自流に乗り、また立地条件にも恵まれた日立鉱山は、早くも創業4年目の1908年には、足尾銅山、小坂鉱山、 別種銅山などと並ぶ日本を代表する銅山へと発展する。鉱山の急速な発展は必然的にそこで働く従業員の急増をもたらし、これまで茨城県北部の一貫村に過ぎなかった日立は極めて短期間のうちに多くの人々が働き居住する場所へと変貌していった。日立鉱山は急速に発展したため、 銅の生産に関わる鉱山関連施設の充実と並んで、鉱山で働く人々への日用品の供給や住環境の整備、そして病院、娯楽施設の建設といった福利厚生施設の建設など生活環境の整備、確立は当初からの大きな課題となった。また、日立鉱山を経営する久原久之助の一山一家という理念も、 鉱山に働く人々に対する生活環境の整備、確率に大きく寄与した。クハラの理想は、日立鉱山を、老子の対立や鉱山と地域との対立が全くない、一種の理想郷として建設していくことであった。このため、鉱山で働く、人々のために廉価で米や日用品の購入が行える、供給所を整備したり、甲府が居住する住宅の家賃、電気代、 水道代を無料とするなど、鉱山労働者の生活に配慮した施策を打ち出していく。このように、日立鉱山で働く人々に対する生活環境の整備、確立が進められていく中で、福利厚生施設整備の一環として、娯楽施設の建設が行われることになった。とも楽館に先立ち、日立鉱山の鉱山労働者たちのための、 福利構成施設として1913年に完成した元山劇場日立鉱山が急速な発展を見せた20世紀初頭は、また大衆文化としての舞台芸能が定着しつつあった時代でもあった。歌舞伎以外にも手品、漫才、サーカスなどといった演芸、新パ劇や娯楽性の強い軽劇が上演され、また映画も台頭し始めた。 大衆文化としての舞台芸能の流星は、劇場の建設が進められるきっかけとなり、日本各地で多くの劇場が建設されることになった。鉱山の急速な発展に伴い、多くの人々が暮らすようになった日立でも、劇場の建設が始まった。明治末期には、日立座、そして1913年には、栄座という劇場が建設された。 このような中、鉱山という荒々しい環境の中で、息抜きの場としての娯楽施設の活用に着目した、日立鉱山の経営陣は、劇場の建設を進めることになった。久原房之助を中心とした日立鉱山の経営陣は、特に鉱山労働者たちの中に、過度の飲酒による弊害があることを有料していた。過度の飲酒の弊害としては、喧嘩、無断欠勤、 職場における災害の原因、そして家計の逼迫などが挙げられており、この問題にどのように対処するのかは、鉱山経営陣にとって悩みの種であった。まず酒は、甲府一人につき1日2号を限度とする供給性を取り、接種を心がけさせようと試みたものの、日立鉱山は交通の便が良いこともあって、鉱山街にある飲食店に繰り出して酒を飲むことも少なくなかった。 そこで、鉱山内に劇場を建設して、鉱山労働者たちに飲酒に代わる、遊興の場を設け、精神的な慰安をもたらそうと考えた。1917年5月6日、日立鉱山の視察旅行中である土木学会会員の記念撮影。背景の建物は、日立鉱山の役員用福利構成施設として、大遊院地区にあった集会場。この視察時、 集会場で、日立鉱山側からの歓迎の御参会が催され、鉱山の住谷太郎所長から歓迎への挨拶がなされた。日立鉱山ではまず1913年1月、清廉の中心地である大遊院に役員用の福利構成施設として集会場が建設された。集会場は、役員間の会議や講演会の会場などに活用される他に、5番、 将棋盤など娯楽用の道具が各種備えられ、集会場を会場として、イベントも行われており、役員やその家族の余暇に利用された。続いて1913年8月には、鉱山労働者のための福利構成施設である、元山劇場が開場した。本山劇場は、日立鉱山の最高の中心地である、元山地区に建設された。そして清廉の中心地である、 太遊院地区にも鉱山労働者たちのための劇場建設が計画された。太遊院地区の劇場、すなわち友楽館の建設で中心的な役割を果たしたと考えられるのが、庶務課長の住谷太郎であった。各は、日立鉱山の公害問題解決の人頭指揮をとり、また鉱山労働者たちの待遇改善に尽力しており、当時、 甲府たちから自負のようだと慕われていた人物であった。核は1916年から翌1917年にかけての第一次世界大戦時の後継期と同じ時期、沿岸対策が功を奏して、公外問題も落ち着きつつあった情勢を見て、鉱山の核施設を充実させる絶好のチャンスであると捉えた。友楽らは、このような中、1916年に建設が、 開始された。第一次世界大戦時の後継記事には、日立鉱山以外の多くの鉱山においても、劇場、幸福クラブといった鉱山労働者たちの福利構成施設の整備が盛んに進められた。友楽館とほぼ同時期に建設が進められた鉱山併設の劇場、幸福クラブとしては、二万五千円余りを投じて、建設された三池炭鉱、万田鉱道、 クラブ、同じく25,092円を投じて建設された、砂川炭鉱田外楽館、別種銅山しさか劇場、夕張炭鉱園芸場などがあるが、日立鉱山の友楽館は、他の鉱山の福利構成施設を上回る、約3万5,000円を投じて建設が進められた。1917年の春鉱直後の友楽館日立、鉱山精錬部門の中心地である。 太陽院地区に計画された劇場建設は現在残されている記録から1916年5月13日着工と考えられる。この劇場は建設開始時は太陽院劇場と呼ばれていた。建設担当者が誰であったのかは不明であるが、当時の新聞では鉱山技師が東京の帝国劇場、歌舞伎座などの劇場を視察した上で設計したものと報道された。 実際、ともら区間の設計に最も大きな影響を与えたのは1911年にリニューアルされた歌舞伎座であると考えられる。同年会場した洋風建築の帝国劇場とは対照的に歌舞伎座は千鳥波風を持つ和風の大屋根をかけ、外観が和風建築としてリニューアルされた。とも区間も建物全体に和風の大屋根を被せており、正面には 千鳥ハフをしつらえている。なお、劇場建設が開始された新町は、日立鉱山発足前は、宮田川流域の谷間の水田地帯で、個数4、5軒の農家があったのみであったが、日立鉱山の発展に伴い、労働者たちを顧客とする新町商店街が、形成されていった。友楽館が完成した頃には、友楽館の周辺には料理店や酒屋が並び、 当時の日立で最も賑わう盛り場となっていた。1917年1月の日立鉱山工作課の事業報告によれば、大友院劇場の工事進行状況は98%となっており、すでに完成間近となっていたことがわかる。劇場の開場予定は、紀元節の2月11日とされ、予定通り1917年2月11日に劇場の落としが行われる。 同年4月に、共に楽しむからその名を取って、とも館と名付けられた。とも館は、鉱山の福利構成施設らしく、日立鉱山の鉱際で作られた、絡みレンガが用いられている。完成した劇場の総工費は、戦術のように、約3万5千円。建物は、木造2階建てで、左右対称であり、正面の幅は、約28.8メートル、奥行きは、 約38.7メートル。高さは約16.6メートルであり、建築面積は338坪であった。和風の途端の大屋根をかけ、正面には千鳥ハフをしつらえた外観は、基本的に和風建築であるが、2階部分の外周には西洋木造建築の手法であるハーフティンバー様式が見られるなど、和風の中にも洋風を融合させた面もあった。 一方、屋根の構造である小屋組は、洋子やトラス組となっており、木組には、当時の和小屋では使用されなかった分厚い鉄板と、ボルトによる金物接合を採用するなど、西洋建築の技法が用いられていた。また階段室や玄関が、当時の建物としては大ぶりに作られており、屋根裏に廃棄口が多く設けられているという特徴も、ある。全体的に余裕がある。 大ぶりな設計と屋根裏に廃棄口が多い点は、工場建築に類似しており、建物の設計者がいわゆる建築家ではなくて、鉱山技師であることを示していると考えられる。なお、友楽館区間にはスラグを原料とした、絡みレンガが使用されている。昭和戦前期の明治会日立支部総会の光景。花道が見える。建物内部の構造は、1階のコンクリート製の、 土間には8人掛けの畳付きのチョイスが設置され、2階部分はすべて桟敷席となっていた。現存する劇場で本格的な椅子席が設置されたと確実にわかっているのは1917年完成のとも楽館が日本でも最古の例である。これは単に歌舞伎などの舞台芸術ばかりではなく映画を含めた多種多様な芸能の上演に使用することを 木論んだからと考えられる。舞台に向かって左側には花道があり、必要に応じて右側にも仮設の花道を設けることができた。また左側の花道も取り外しが可能となっており、イベントによっては花道を取り外してその場所を厚板で塞ぎ、椅子を並べることもあった。そして1階部分の一席自体も取り外しが可能であり、 土間の状態で使用することもできた。定員は980名とされたが、約4000名もの入場者を集めたこともあった。舞台には、2箇所に役者が競り上がるときに使用する、上げ板が付けられた、直径約9.7メートルの周り舞台があり、下座音楽の演奏者が詰める林場、ギラユーのための太夫座があった。また、役者の楽屋に相当する、化粧室が5部屋、その他、 小道具置きは、かつら室、衣装室、風呂場が完備されていて、主として、歌舞伎の上演を念頭に置いた設計がなされていた。下記、一階戸間部分に噴水が設置され、農業会場となった友楽館。1917年ごろ撮影。1917年2月11日から3日間、完成した友楽館のお年として、沢村玄之介。 一川九段寺一行五十名余りを迎えての歌舞伎公演が行われた。友楽館は歌舞伎以外にも講演会、演奏会、展覧会、記述など、そして映画上映が行われた。講演会は鉱山労働者やその家族たちに対する教化や精神収容を目的として宗教関係者の説教や口頭市販学校校長の講和、 旧西軍の山室軍兵ら、そして陸海軍の軍人などが演壇に立った。映画上映については1919 19年に欧州戦争の活動写真会が、そして1921年10月には赤楼州地入りの活動写真会が行われた。また楽団演奏会、尺八演奏会、奇術と犬のゲートを、喫茶展が行われたとの記録が残っている。 前述のようにともらく館は一階部分の座席を取り払い、コンクリート製の土間として使用することも可能であった。土間としての使用方法の代表例は相撲であった。土間に土俵を築くのである。ともらく館はしばしば、大相撲の地方巡業の会場として使用され、大正期には、大関千葉が、先き時一行、横工場の花勘士、大関大の里一万助ら一行の巡業が、 行われたとの記録がある。日立鉱山の祭りである山の神祭りの時も1階部分をコンクリート製の土間として使用した。山の神祭りは7月半ばに行われていたが、山の神祭では、ともら館隣の満場内グラウンドに仮設の舞台が複数設けられ、芝居や映画など様々な催しが行われ、花火も打ち上げられた。そしてとも館の1階部分は土間にして、 噴水を設営し、場内を飾って農業場としたのである。なお、友楽館く1階の噴水は8月いっぱい設置され、農業場として一般にも開放していた。鉱山労働者たちの居住する社宅は狭くて暑いため、夜勤後はとても寝ることができないので、噴水があって、涼しい友楽館で昼寝をしたとのエピソードも残っている。鉱山労働者たちの精神的なやを、 主な目的に建設された友楽館は、教家や精神収容を目的として行われた講演活動とともに、定心症の簡易保険奨励活動写真会、茨城県主催の近県協調活動写真会など、計画的で堅実な生活を送ることを奨励する、キャンペーン的な行事も行われるなど、鉱山労働者やその家族たちに対する普及啓発活動に活用された面も目立つ。 また、1922年1月には、友楽館で、日立鉱山在京軍人文会連合会の発足式が行われた。在京軍人会関連の事業は、その後、友楽館でしばしば開催されるようになる。現在、日立武道館の用具室として使用されているかつての化粧室。天井などには、役者のサインが残されており、アクリル板の覆いで保存されている。 とも館のスケジュールは、おおよそ娯楽関連の催しが月1回、公演やキャンペーン的な催しは、約3ヶ月に一度、そして随時、団体行事が入るというスケジュールとなっていたと考えられる。前述のようにとも館では単に歌舞伎などの演芸のみならず、公演、映画、展覧会、相撲など、当時まだ大規模な催し物を開催できる施設が、ほとんどない中、 実に様々な使われ方をしていた。このようなまさに多目的ホール的な様々な利用に対応できたのは、ともらく間に充実した設備が備わっていたからであった。先術のように映画上映を見据えて劇場に一席を導入したのは、現存する劇場の中でもともらく間が初めてのケースであり、また一階の椅子を片付けて土間として使用できるなど、 建物自体が様々な利用方法に対応できるようになっていた。劇場設備においても、カツ部屋、衣装部屋、衝動具置は役者の楽屋である化粧室が完備しており、カツ衣装などは豊富に揃えられていて、舞台も本格的なものであった。そして役者たちが連続興行をするために、友楽館に宿泊することもあり、 友楽館には宿泊用の布団も備え付けられていた。友楽館オープン前に地元新聞が東京の帝国劇場に次ぐ日本第2位の劇場であると報道したのは過大評価であるにしても、1918年に友楽館を視察した岡山県吉岡鉱山の視察団は友楽館を東京の一流劇場に引けを取らないと評価し、 また時代は下るが1942年に、ともらく館で公演した、小野菊五郎が、東京の北に、こんな劇場は他にないと語ったと伝えられている。大正後期撮影の、山の神祭で賑わうともらく館とその周辺。ともらく館は完成当初、日立鉱山の鉱山事務所が運営を行っていた。前述した1918年の吉岡、鉱山視察団の記録によれば、 友楽館は収支を計算に入れつつ入場料を決めていたという。おおむね活動写真や何話説といった工業で利益を出し、一流俳優を呼ぶときには赤字を出し、トータルで損失を出さないようにしていた。後の友楽館の運営形態から判断すると、この場合の損失を出さないというのは、俳優を呼ぶ費用など実費を回収するという意味合いであり、 友楽館のスタッフの人件費や建物の維持管理、費用は収支から除かれていると考えられる。入場料は15銭から50銭の間に設定され、場内は禁酒であり、出し物も殺伐とした内容のものは避けていた。入場料は他の劇場などよりもかなり安い設定であり、夏祭りである山の神祭りや正月興行などは無料であった。 そのため鉱山労働者たちは山の神祭りや正月興業の際は親戚を呼び寄せて一緒に楽しむことも多かった。また教家や精神修養を目的として行われた講演活動やキャンペーン的な行事は当然無料であった。ところで友楽館ができた頃、日立鉱山でも労働運動が活発化していた。 1912年8月に発足した UI 会の勢力が日立鉱山にも浸透し、友楽館が完成した翌年の1918年になると UI 会日立支部の活動は活発化し、多くの日立鉱山の鉱山労働者たちが加入するようになった。そして第一次世界大戦終了後の不強化で、失業や生活区への不安から労働者側と、 経営側との対立が激化する中、1919年11月14日に発生した日立製作所日立工場の火災をきっかけに日立製作所日立鉱山当局は幹部を中心に友愛会員の解雇を通告した。この事態に友愛会本部も動き、12月1日、2日に日立に鈴木文治、麻生久志、片山明らを派遣し、 解雇反対大演説会を開催する。12月2日夜、UI 会員と警官隊との衝突が発生し、多くの UI 会員が検挙される UI 会事件が発生した。UI 会事件後、日立鉱山内の UI 会組織は壊滅する。しかし、UI 会の勢力慎重を見た日立鉱山当局は、労使間の意思疎通を図る機関を創設し、そこに、 鉱山労働者たちを所属させるという労働運動対策を実施することにした。折下、足尾銅山、小坂鉱山などでも同様の組織が立ち上げられていた。日立鉱山では1920年2月に温公会が設立された。温公会は鉱山労働者たちと鉱山当局との意思疎通、相互共済、そして 取得の寛容を目的として設立された団体とされ、基本は、いわゆる労使協調機関であるが、久原ふさの助が唱えた理念である、人山一家を、より強力に推し進める役割を担うことになった。温公会の運営は、鉱山当局と鉱山労働者の中から選出された、評議員による、評議委員会が運営の決定権を持っていた。温公会には、共済部、福祉部そして、 娯楽部が設けられ、第1回の表現会で、友楽館を、日立鉱山の鉱山事務所ではなく、温公会が運営する方式にしてはどうかとの意見が出され、実際、温公会が運営することになった。しかし温公会の友楽館運営ではこれまでを、大幅に上回る欠損を出してしまい、1921年2月の第2回温公会表議会で再び、 日立鉱山の鉱山事務所の運営に戻された。それでも、工業内容の選択、入場料の決定に温公会は関与し、催し物の開催時は、温公会の表議員が、場内整理を行うことや、職場、職員、家族が参加する、素人演芸会の開催に向けて努力し、鉱山事務所も協力していくことが決められた。この時提案された素人演芸会は、 温公会の自主企画の素人演芸会として定着し、職場を挙げて、極めて多彩な内容で盛大に行われた。このように、温公会は、とも館の運営に深く関与していくことになった。とも館での小唄、翔太郎の講演後継。1935年頃、撮影昭和初期のとも館の運営形態は、大正時代と大きな変化はなかった。 歌舞伎はしばしば上演されており、歌舞伎以外では1934年には舞踊家の石井清一行の舞踊が満員の客を集め、同年、日立鉱山音楽隊創立記念演奏会に奥田良造らが出演した。同じ頃、当時人気絶頂期であった女性歌手の小唄、翔太郎の公演も大盛況の中で行われた。1935年には石井清と共に、 やはり舞踏家として著名であった最小期が特別出演している。このように友楽館では当時流行の舞踊や歌手の講演がしばしば行われ、多くの人々を集めていた。やはり大正期と同じく、横綱宮城さん、福松、西の海か二郎一行、大関男女の川登りさん、関脇の白形金作一行らが友楽館を会場として相撲巡業を行い、 何は武士や民謡会などの催しも行われた。なお、1935年には、日立製作所の福利厚生施設である、日立会館がオープンすると、日立鉱山は、日立製作所と協議して、歌舞伎や一流の芸能人を呼ぶ際には、友楽館、元山劇場という日立鉱山の劇場とともに、日立会館でも興行を行うようにした。これは、工業が多く行えれば、 より一流の芸能人を呼びやすくなるためであった。そして1940年頃、日立鉱山の資産である、諏訪鉱山が全盛期を迎え、諏訪会館という福利構成施設が建てられた。諏訪会館でも友楽館、元山劇場、日立会館と同様の工業を行うように要望されたものの、それは困難であったため友楽館などで行われた一部の、 公行を諏訪会館でも行うようになった。温公会主催の日立鉱山職員、家族の素人演芸会は大変な人気で、極めて盛んに行われた。演芸会は、とも楽館を会場として、鉱山の各部署対抗形式で職場を挙げて行われ、芸達者な職員、家族による多彩な芸が披露された。このような中、素人演芸会からアマチュアの劇団が結成されて、 神波系の演劇を講演するようになり、日立鉱山の講演も受けて、ともらく館と元山劇場で、毎月安全劇を講演するという活動も行われた。他に、日立鉱山の職員関係で、ともらく館を利用した催しとしては、当時地方出身者が多かった日立鉱山で、同郷の人たちが集まって結成された故郷を偲ぶ、賢人会、郡里友会、共有会などがある。 友楽館間での賢人会は秋に行われることが多かったという。また先日のように地方に住む親族、知人を夏の山の神祭り、正月興行などに招待し、一緒に楽しむことも多かった。映画上映は、これまでのサイレント映画に代わりトーキーが主流となっていった。1933年には、暴君、ネロ、南攻府死。 翌1934年は、非常時日本というトーキーの上映が行われたとの記録が残っている。また1932年9月25日、ロサンゼルスオリンピックの活動写真会が行われている。1935年頃撮影の日立児童映画教育会。昭和初期映画関係で特筆すべき動きとしては、1928年に、 日立児童教育映画会が組織され、日立町内の小学校児童を対象にして、月1回、映画会が友楽館と元山劇場という、日立鉱山所有の劇場で行われるようになった、ことが挙げられる。当時、庶民の娯楽の代表格となっていた映画であったが、反面、風紀上の問題が大きいとの非難する意見も、強かった。とりわけ映画の内容を真似た不良行為を行う。 生徒が現れたとのことで、小学校児童は劇場、映画館への立ち入りが禁じられ、映画館前では学校の歩道係の教師が監視していた。しかし映画に児童が感化されやすいということは、逆に言えば児童の上層教育に映画が活用できるということで、ある。早くも、大正末期には視聴覚教育として、文部省主催の映画についての講習会と試写会が、 開催され、日立からも教師が参加し、その後、友楽館と元山劇場を会場にして、東京から借りてきたフィルムを毎月一回、小学校児童に上映するようになった。当時はまだサイレント映画の時代であったので、活動弁士は教師が務めた。この流れを受けて1928年には、 日立鉱山所務課の野村留夫会長として、日立児童教育映画会が葬式された。日立児童教育映画会の結成は、日立鉱山側の積極的な関与が見られ、これは人山一家をモットーとし、地域社会とのつながりを重視する日立鉱山の姿勢が、うかがわれる。日立児童教育映画会主催の映画会は、先日のように、日立鉱山所有の劇場であるとも楽館と、 元山劇場を会場として月1回行われた。映画会の当日は午前は低学年、午後は高学年を対象とした映画が上映された。映画会の会費として児童一人当たり2000を徴収し、これはフィルムのレンタル料、送料に充てられた。映写技師は日立鉱山職員が当たり、人件費、施設、映画上映設備の使用料は無料であった。 生徒たちに見せるフィルムは主に官庁関係から借りていたが、後に戦時色が強くなってくると情報局から借りるようになった。また、大阪毎日新聞、東京日日新聞から協力、講演の声がかかるなど、他方面からの協力を仰いでいた。そして日立児童教育映画会は、児童から集めた会費の余剰金で、ポータブル映写機と原闘機を購入し、 地域や日立町周辺の小学校でも映画会を行うようになった。日立町の日立児童教育映画会の活動は、全国的に見ても映画教育の先進的な事例であり、その活動内容も高く評価されており、1943年には文部省内に設立された第2本映画教育会から日立児童教育映画会の野村留夫は映画教育功労者として、 表彰を受けることになった。1917年頃撮影された友楽館を背景として撮影された山の神祭仮装行列。また日立町内の小学校は映画会以外にも音楽会、学芸会などの会場として友楽館を積極的に利用した。1933年1月、7月には友楽館で 日立町の小学校の合同音楽会が行われた。翌1934年12月9日には、オール日立小学校連合会音楽大会が開催され、会の中では、東京音楽学校から招いた特別ゲストによる、カミリウサン・サーンスのサムソンとデリラ独唱が披露されるなど、極めて盛大に行われた。それぞれの音楽会の各小学校の出し物は一行あたり、 20を超え、生徒や父母で、友楽館は、立水の余地もなかったと伝えられている。また友楽館は、地域の各小学校の音楽会、学芸会、そして児童向けの講演会の会場として、数多く使用され、学芸会の会場としては戦前のみならず戦後まで、活用された。日立に住む人々にとって、友楽館は、夏の山の神祭りや、 正月興業の会場の一つとして親しまれた。戦術のように通常は有料であるとも楽館の公園も山の神祭と正月興業時には無料であり、とりわけ7月半ばの山の神祭りは大勢の人々を集め、とも楽館やその周辺の祭り会場付近は人の波で埋め尽くされた。また1935年3月、高地区温気象組合の設立記念事業として、 新民用日立孝太、助川武士をポリドールレコードから発売するとともに、庄司太郎、新橋清蔵らを招いて、ともらく館で日立孝太、助川武士などの演奏会を開いた行事なども、友楽館と地域との関わり合いの一環として挙げられる。1929年10月9日、友楽館で行われた明治会日立支部発会式の後継。 昭和に入っても友楽館を会場として、大正期と同様、職員の協計や精神収容を目的として行われた講演活動が盛んに行われていた。中でも昭和に入ると収容団、そして国中会の外閣団体である明治会の講演活動がしばしば見られるようになった。流刊丹田、同胞相愛を唱えて社会教育活動を行う収容団は、 日立鉱山のローム担当者にも、その活動の推進者が現れ、とも館で講演会、支部大会などを開催した。また、明治会は、主として、尊王、愛国思想を唱え、やはりとも館で、講演会や支部大会を開催した。また、収容団、明治会と共に、昭和期に入って、とも館を会場とした活動を盛んに行うようになったのが、 在京軍人会であった。日立鉱山など、日立町の在京軍人会分会は、とも館を会場として、しばしば講演会を行い、さらには、映画上映会、陸軍軍学隊の演奏会、重建実協議会といった催し物を行った。そして上海事変、満州事変後の1932年9月8日から10日に、かけて、とも館を会場として、 上海満州事変展覧会が開催され、ともら間での一般開放公演として、同月15日には満州事変記念公演を午前中に、小学生高学年、中学生向け、午後からは在京軍人を呼び一般向けに行った。1932年9月にともら間で行われた上海満州事変展覧会。一階部分の椅子、花道を取り払い、 土間の状態にして展覧会を行っている。1934年1月には、とも楽館を会場として、日立鉱山国防研究会の発会式が行われた。会員は、日立鉱山のほぼ全従業員にあたる約3500名であり、開会式において、当期非常時日本を公開し、国防思想の普及を図った。やがて戦時色が強まる中、 友楽館の利用も戦時職が濃厚となっていく。1939年にはこれまで盛大に行われてきた日立鉱山の山の神祭りの花火は中止となり、祭りの出し物も友楽館などでの従業員慰安のための芝居上演のみとし、これまで祭りに当ててきた経費を国防献金することになった。このような中、友楽館の外観も変化を見せた。 1940年頃、友楽館間に、日の宮倉が設けられたのである。1941年には、温工会は、工業報告温工会に改組され、同年、友楽館間で、青年団、女子青年団、少年団を統合して、高度国防国家建設のため、日立市内の青少年の教育訓練の徹底を、図ることを目的とした日立市青少年団の、 結成式が行われた。1934年1月17日、友楽館間で行われた日立鉱山国防研究会発会式の後継。日本が本格的な戦争状態に入っていた1942年の友楽館間の利用状況を見てみると、ハワイ爆撃ニュース映画上演、大東亜戦争ニュース映画会、大東亜戦争講演会、自局講演会と映画会、 日立鉱山構成部、日立警察署共済の防具用映画会など、繊維公戦先人式公用を目的とした催しが、目白押しであった。また、戦略物資として、重要な銅の主要鉱山であった日立鉱山の従業員は、産業戦士と呼ばれ、産業戦士の勤労意欲向上のために、著名な一流系の人たちが、しばしば遺問目的で、日立鉱山を訪れるようになった。 戦時体制か、ともら間はこれまで以上に産業戦士たる鉱山従業員の慰安の場として重要な役割を果たすようになった。日立鉱山に産業戦士慰問のために訪れた中でも、1941年9月の市村宇佐も門一行40名と、1942年6月の小野江菊五郎を率いる小竹国民移動劇団一行の来園が最も、 大規模なものであった。市村うざえもんの公演は、ともら館隣の満場内グラウンドで行われ、とも館は楽屋として利用され、当時花形役者であった市村うざえもんの公演は、大勢の人々を魅了した。なお、雨天時にはグラウンドではなくとも館で公演が行われる予定であった。そしてやはり歌舞伎界の名優として知られた、小野駅久五郎ら一行は、 友楽館に超満員の4000名の観客を集めた。1940年頃撮影された日の宮蔵が設置された友楽館。その他、戦時体制下に産業戦士門で友楽館で講演した芸能人としては、水野枝貴子、片岡千蔵、原健作、オペラ歌手の藤原義江がいた。 また1944年1月には、大英の映画スターが2班に分かれて来園したとの記録が残っている。そして、歌舞伎俳優も1942年2月に、とも館にドンチョウが完成し、沢村玄之助一行がドンチョウ完成披露公演を行っており、その他にも、しばしば演劇団、舞踊団、歌手らが産業専修門公演を行っていた。 1945年7月19日に行われた米軍の焼夷弾攻撃後、焦土と化した日立市内。日立空襲で日立市外は壊滅的な被害をこむったが、友楽館は奇跡的に消失を免れる。戦時体制下にあっても職員、家族による素人演芸会は盛んであったという。1942年頃には、 友楽館間で、日立鉱山の各職場、社宅の出し物が行われた後、舞台上にリングを作って、ボクシングを行ったこともあった。そして1945年の7月、戦況が悪化する中で恒例の山の神祭りを実施するかどうかが検討されることになった。実際問題、もはや祭りを行えるような雰囲気ではなかったものの、 日立鉱山の幹部は予定通り実施するように指示した。結局山の神祭りは開催されることになり、一流芸能人を含む32名を東京から日立に呼び寄せ、そして映画も4本用意して、友楽館を会場として例年通り山の神祭りを実施した。ところが山の神祭りの終了後、アメリカ海軍第3艦隊による艦砲射撃が日立を襲った。 幸いなことに東京から呼び寄せた芸能人たちには被害はなかったものの恐怖を味わった芸能人たちからあんな恐ろしい思いをしたのは初めてでした。もう二度と日立へは行く気にはなれませんと言われてしまった。日立は1945年6月10日と7月19日に空襲、そして7月17日に前述の艦砲射撃を受けた。日立空襲によって 日立鉱山、日立製作所は甚大な被害を受け、日立の市街地も、ほぼ全域が衝動と化し、日立の劇場、映画館は、とも館、本山劇場、諏訪海館の日立鉱山の施設以外すべて焼失した。とも館も屋根に2本の焼夷弾が命中したと伝えられているが、奇跡的に焼失を免れた。終戦の翌日である1945年8月16日、 日立鉱山所長の福田茂劇は、全鉱山従業員を友楽館に召集し、平時、戦時を問わず工業が重要な産業であることを力説し、全従業員が安心して、おののの業務に精霊するよう訴えた。戦時中の混乱、日立空襲による甚大な被害は、日立鉱山を大きく痛めつけていたが、復興は徐々に進められていった。戦後間もなくの時期、 友楽館は戦前から引き続いて、日立鉱山従業員の福利厚生施設であるばかりではなく、地域の教育、文化施設として利用された。これは、日立空襲によって甚大な被害をこむった日立市にあって、友楽館は奇跡的に難を逃れたため、全市的な利用がなされることになったためと考えられる。当時、友楽館で行われた地域に解放された、 代表的な催しとしては、1948年、日立市主催の文化祭コンクールの会場となり、翌1949年には、日立市が主催する日立産業文化博覧会の行事の一つとして、NHK のなど自慢公開録画が行われた。なお、友楽館では1959年には、日立市政20周年記念行事の一環として、NHK 歌謡番組、 懐かしのメロディの公開録音が行われている。戦後の友楽館の利用で特徴的なことは労働組合関連の利用が目立つことである。1946年の7月30日に友楽館で日立鉱山労働組合の結成大会が行われ、翌1947年1月には全国金属鉱山労働者大会の会場となった。その他、労組大会、 労組大議員大会、労組名令会場などの労働組合活動の拠点として、さらには労働組合主催の演芸会、労働文化祭、映画会などに使用された。労働組合関係の使用は1955年に大型の会議室を備えた組合事務所が完成した後、利用の頻度が減少する。一方、戦前は頻繁に行われていた。 従業員対象の強化や精神収容を目的として行われた講演はあまり行われなくなった。これは時代の変化とともに労働者の意識が変わったことや労働組合の移行についても配慮しなければならなくなったからであると考えられる。友楽館は元来歌舞伎の上演を主目的として建設された建物であるがしばしば歌舞伎の上演が行われた戦前とは異なり、 戦後は1946年から1948年までは夏の山の神祭りの恒例行事として歌舞伎が行われたものの1949年の山の神祭り以降歌舞伎は消えその後は1952年の正月興行と1955年の市川少女歌舞伎の公演記録が残っているだけである歌舞伎の上演が激減した理由としてはまず歌舞伎上演には 多額の費用がかかり、戦後、福利厚生費などの労務対策費用が上昇する中で、歌舞伎上演に避ける余裕がなくなったことが挙げられる。さらには、観客の思考の変化、そして友楽館初期から、裏方として歌舞伎上演を支えてきたスタッフが、なくなったことも大きかった。また戦後も戦前と同様に友楽館で、記述、漫才などの各種演芸、演劇、 そして三橋道也、大友隆太郎、大見敏郎、島倉千代子、とーコ国といった著名な歌手、芸能人の講演が行われていたが、次第に映画のウエイトが高くなっていき、特に1960年代はほぼ映画館として使用されるようになっていく。これは、日立市内に、とも楽館以外にも催し物が開催できる施設が整ってきたため、 地域の友楽館の使用頻度が減少したことも一因であった。戦後の友楽館の最大の特徴は映画が常に上映され、主に映画館として活用された点である。戦術のように、特に1960年代は他の催し物の数が減少し、ほぼ映画館に特化した形となった。友楽館は1946年3月には常設映画館として、 日活の直営館となり、日立市内の市内工業会にも加盟した。しかし1948年には日活の直営館を外れることになった。これは、鉱山の福利厚生施設としては、多少上映時期が遅くなったとしても日本映画とともに、洋画も上映する方が良かったという施設運営上の問題とともに、何と言っても友楽館の料金が、 他の映画館よりもはるかに安いため他の映画館から日活の常設館扱いに苦情が出されたことが大きかった。1954年度に日本人文科学会が日本ユネスコ国内委員会の委託を受けていった日立市の社会調査の中で友楽館区間は日立鉱山の充実した福利構成施策の一環として調査対象に取り上げられている。調査内容によると 定員1500名の友楽館は、毎週5日、映画館として、洋画、放画を上映し、映画の上映の合間を縫って、演劇、演芸上演に活用されており、入場料は大人20円、子供10円と極めて安いとしている。もちろんこの料金のみでは、運営が成り立つはずはなく、経費の多くは、日立鉱山の会社が補助をしていた。 また、とも館間以外の日立鉱山の極めて充実した福利厚生施設についても詳細に調査しており、これらの福利厚生施設の利用頻度は高く、日立鉱山従業員の生活に密接しているとして、その結果として鉱山社会を外界から一種隔離することにつながっていることを指摘している。またかつては全国各地からやってきていた日立鉱山従業員が、 調査時点では主に、日立鉱山労働者の指定から採用されるようになり、金属年数の長期化も目立つなどの特徴も紹介している。戦後も日立鉱山の福利構成施設として、鉱山側からの多額の経費補助を受けながら、運営されていた友楽館であるが、友楽館の映画館としての機能も充実が、図られていた。 1953年4月には、これまでの昭和10年頃に導入された A 車機を最新のものに交換した。1954年には、出入り口の改造など、館内の設備を改造し、1955年10月には、日本工業創業50周年記念事業として、座席をこれまで長年使用してきた木製畳張りの長椅子からモケット張り個人椅子に変え、 スクリーンもシネマスコープ用のものに変更された。シネマスコープを採用した前後、1953年から1959年頃が映画館としてのともらク館の再生期であったという。上映は毎回のようにともらク館の2階席まで満員であり、満員札止めのともらク館に無理をして入ろうとして死者が出たこともあった。上映する映画については、 温公海からの伝統を引き継ぎ、労働組合の代表や職場の代表が加わって、決められるようになった。ただ、邦画の場合は、風切り後各映画館で放映が一通り済んだ後の二番館としての上映となり、どうしても風切り後数ヶ月後の上映となった。一方、洋画については、友楽館にもセールスが来るため、交渉次第では早めに上映することも可能であった。 実際のところ風切り後、上映が遅くなることを我慢すれば、大抵の映画は、上映が可能であったという。戦後、日立鉱山の友楽館、元山劇場、諏訪会館ではそれぞれ映画上映が行われており、映画全盛期の1956年頃、友楽館では洋画お金、土、鳳川日、月、日に、昼一回、夜一回の一日2回上映していた。 なお料金については1953年から1959年頃の全盛期の友楽館は前日のように大人20円、子供10円であったが一般的には日本建てで大人30円、子供20円であった。1954年頃、日立の他の映画館は日本建てで80円が相場であったというから半値以下であった。 なお鉱山関係者以外の一般客の料金は大人50円とされていたが、実際には地域の人々も社員と同額の2本立て30円で映画を楽しんでいたのが現実であった。実際、友楽館でどのような映画が上映されたのかというと、友楽館の映画館としての前世紀が映画の黄金時代と重なったこともあり、名作、大作の目白押しであった。 まず邦画から見ると、日本映画黄金時代にふさわしく、小津安二郎の秋日より、三魔の味、溝口賢治のう月物語、成瀬せみのウキングも、黒沢明の七人の侍、ラ生ショモンなどが上映された。洋画は、アメリカ映画が、質量ともに中心となるラインアップであり、荒野の決闘、ローマの休日、ウルワしのサブリナ、エデンの東、十二人の怒れる男など、 その他、イギリス映画は戦場に駆ける橋、フランス映画は太陽がいっぱい、イタリア映画も鉄道院など名作が数多く上映されていた。常実のようないわゆる名作以外にも、日本映画では時代劇系のチャンバラもの、つまり娯楽性の高い映画も数多く上映されており、映画の前世紀に映画館としての前世紀を迎えたとも楽館で、当時の映画ファンは、 格安で、名画、娯楽対策を堪能できる楽しみを味わっていた。20世紀初頭、大衆文化の発達とともに建設ラッシュを迎えた、全国各地の劇場の多くは、友楽館とよく似た経緯をたどっていた。戦後間もなくは、演劇の復活に伴い地方の劇場にも来園し、友楽館のような大規模な劇場は、NHK ラジオの収録場所としてもしばしば、活用された。 こうして戦後間もなく劇場は賑わいを取り戻していた。やがて黄金期を迎えていた映画上映が劇場を支えるようになった。劇場での映画上映はどうしても専門の映画館と比べて設備的に劣るため必ずしも歓迎されたわけではなかったが当時の映画に対する高い需要が劇場での映画上映を可能としていた。映画は役者の世話などが不要であり、 処刑費が芝居よりも安価で、済むため映画上映を歓迎する劇場経営者も少なくなく、多くの劇場が映画館に改装された。しかし1960年代に入ると、テレビの普及に伴い頼みの映画も衰退を見せ始め、劇場は苦境に追い込まれていくことになる。テレビは1950年代から60年代にかけて広く普及していった。 日立鉱山側もテレビの普及に対応して、職員の福利厚生施設の一環として1961年頃良好な状態でテレビの視聴が可能となるような施設整備を行った。テレビが普及していく中、日立鉱山従業員、家族の娯楽はテレビが中心となっていき、映画の比重は低下していった。その結果と楽館の入場者は減少し、観客も 社外の人の比率が高くなっていき、鉱山の福利厚生施設としての存在意義が問われるようになってきた。また、友楽館の人件費、映画フィルム代など、友楽館の運営にかかる諸費用は、経済発展に伴う物価上昇の中、高騰していた。しかも、日立鉱山は1962年には、貿易自由化などの影響で、希望退職者の募集、 52歳の繰り上げ、定年といった大規模な事業合理化を断行していて、その後、鉱山従業員数は減少していく。この時の事業合理化では、これまで日立鉱山の特徴とされてきた手厚い、福利厚生施策も見直しの対象となり、日用品を中心とする生活用品の供給所の経営を別会社に移行し、無料であった社宅の有料化などの措置が取られていた。 映画の衰退に伴う利用者減、会社負担の運営費の高騰、日立鉱山の経営合理化という現実を前に、ともらの運営方式にもメスが入るのは、やむを得ないことであった。まず行われたのが、映画上映時間の見直しであった。1962年3月、会社と組合側との協議の結果、これまで、ともらは火曜日の未休館で、金、土、火、 月は放課、水、木は洋画お昼と夜の2回放映していたものを、休館は火曜日のみという点は変更されなかったが、日曜日以外は夜のみの1日1回の上映となった。しかし、観客の減少は止まらず、1963年10月には、これまで大人30円、子供20円であった料金が大人50円、子供30円に値上げされた上に、映画の上映も土曜日の夜、 日曜日の昼と夜のみと大幅に少なくなった。その後も映画の衰退に伴う友楽館の観客減少には歯止めがかからず観客が一人だけということもあったという。結局、友楽館、元山劇場、諏訪会館という日立鉱山直営施設での映画上映は1965年1月末をもって終了することになった。 映画館としての使用が終了した後も、1965年4月に市川根監督の東京オリンピックの上映が行われ、日立鉱山の社内行事にも使用されたが、日立鉱山では今後の友楽館の建物の利用方法について検討が進められていった。その中で他の事業体への貸し出しや運営委託も検討されたが、結局当時地区50年で、 まだ使用が可能であり、日立鉱山の歴史を語る建造物として何とかして残したいという、日立鉱山側の意向と、当時日立市への体育館がなく、必要に応じて、日立製作所の体育館を曲がりしていた日立市の意向が合致し、1967年9月28日、友楽館間は日立市に寄贈された。日立鉱山専用電気鉄道が、 茨城県日立市の日立駅から道市内の大有院駅までを専用鉄道が結んでいた。1908年8月に建設が開始され、11月に開通した。当初は貨物輸送専用の予定であったが、便乗が認可され、大正時代初めには旅客専用車の運行も行われるようになり、常磐線のスケ川駅から日立鉱山の精錬所がある。 最優院までの物資と人員の移送を担った。沿線に、友楽館が存在しており、今も、県道36号線の脇に、廃線後が残っている箇所がある。鉱山の合理化推進により、物資の輸送はトラック、そして、人員の輸送はバスに切り替えることとなり、1960年5月末に、人員の輸送が終了となり、同年10月には、貨物輸送も終了し、 日立鉱山専用電気鉄道は廃止となった。現在は日立電鉄交通サービス株式会社の路線バスが運行している。日立駅中央口一番バスのリバから東河内行きに乗車する。日立武道館の屋内ともら区館が日立市に寄贈された1960年代後半、日本各地の劇場は受難の時期を迎えていた。1960年代後半、 全国各地の劇場、芝居小屋は急激に減少した。これは劇場、芝居小屋の多くが街中の最も賑わう場所に建てられており、地価が高く維持費用がかかる上に土地は他の用途に転用しやすかったためであった。多くの劇場、芝居小屋は戦後まず映画館に改装され、テレビの普及と共に取り壊されていった。そして建物が残った劇場、 芝居小屋も改装された上で、事務所等に転用される例がほとんどであった。友楽館もまた、前述のように1960年代にはほぼ映画館に特化していた。つまり友楽館はほぼ映画館に特化した時点で、劇場としての役目を一旦終えていたが、建物そのものは日立市に寄贈されたため、取り壊されることなく生き残ることになった。日立市が、 日立鉱山から、友楽館の寄贈を受けた1967年、当時、日立市には、市営体育館がなく、体育館が必要な場合には、日立製作所の体育館を借りていたため、日立市は、友楽館を、柔道、剣道、弓道などの武道に利用する、武道館とする方針を固めた。武道館とするにあたり、外観はそのまま保存し、建物内部の舞台、客席、 二階部分の桟敷席を撤去するなどの改装工事を行い、改装後の1968年5月1日、友楽館は日立武道館となって開館した。日立武道館の道場面積は633平方メートルであり、観客500名の収容が可能で更衣室、シャワーなどの設備が備えられた。日立武道館は日立市内外の武道団体の練習会場や、 日立市の総体をはじめとした武道大会会場などに利用されている。工事する老朽化によって一時閉鎖される2005年以前には年間を通じて延べ約1万2000名の利用者があった。日立武道館は改修後の2011年度に利用が再開され、2013年度には延べ1万2839名が利用している。 正面方向から見た旧友楽館武道館に改装された友楽館であるが、改装駒もなく、日立鉱山関係者を中心に、元の劇場、芝居小屋として、復活を希望する声が上がり始めた。しかし前述のように1960年代半ば以降、全国の劇場、芝居小屋は、冬の時代を迎えており、小畜や東宝などの大資本による大都市部の劇場を除き、 劇場、芝居小屋としての活動を続けていけたのは、福岡県飯塚市の過保劇場のみとなった。その中で、武道館に改装されて、建物自体は残ったとも楽館と同様に、映画館から事務所となって、建物は残った、内小座のように、天洋をされながら、建物は残る例もあったが、多くの劇場、芝居小屋は取り壊されていく。 日立鉱山においても元山地区の本山劇場は1981年9月30日の日立鉱山閉山式の会場となったのを最後に取り壊された。結局かつて鉱山の福利構成施設として建設された劇場芝居小屋で建物が残ったのは友楽館以外では小坂鉱山の高楽館のみであり、鉱山当局が作ったもの以外の工業、 関連地域に建設された劇場、芝居小屋に範囲を広げてみても、友楽館、幸楽館と筑放丹田地区の過保劇場の3箇所しか残らなかった。1980年代に入ると、受難続きであった劇場、芝居小屋に対する関心が高まり始めた。これは1980年代以前に、各地で建設が進んだ公立の文化施設は、いわば多目的ホールであって、 たしたような舞台芸術それぞれにとって必ずしも満足できる内容のものではなかったため、量的には需要を満たすようになったものの、質的な面での不満が次第に高まってきたことが背景として挙げられる。この不満は劇場に対する関心の高まりにつながり、やがて古い劇場、芝居小屋にも注目が集まるようになっていった。そして1970年に重要文化財に指定され、 1976年に地区修復が行われた香川県琴平町の旧、コンピラ王芝居が大きな注目を集めたことと、各地の古い町並みが重要伝統的建造物群、保存地区として選定されるようになり、町並みの中の古い劇場、芝居小屋にも関心が持たれるようになったこともこの流れを加速させる要因となった。1980年代には戦術の旧、 コンピラを芝居で歌舞伎の興業が復活し、内郷座、高楽館、八千代座が復活を遂げた。そして元は、日立鉱山の劇場であった日立武道館でも、劇場としての復活を求める声が高まってきた。1993年2月には、とも楽館を考える集いが結成され、全国各地の市民団体と連携しながら劇場、芝居小屋の復元運動に取り組み、 さらに、友楽館の復元と活用を求める、署名活動、講演会の開催、広報誌発行などを行っていった。このように1990年代に入って高まって、きた友楽館の復活運動に対して、日立市側も1997年の基本計画内で、友楽館の文化的活用について言及した。このような中、友楽館は、 地域で活用され続けている貴重な劇場建築であることが評価され、1999年7月8日に旧友楽館として国の登録有形文化財に登録される。しかし、日立市の財政悪化のため、友楽館の文化的活用は見送られていく。劇場、芝居小屋としての復活が遠くなる中で、2000年代に、 入ると、とも館を考える、集いの運動も、もともとの劇場、芝居小屋の復元運動から、産業遺産保存活用による町おこし的な運動が中心となっていく。このように、町おこし的な活動に、活動の重点が移っていく中で、とも館を考える集いは2004年12月に、NPO 法人となった。北千武道館の用具室入り口。 右側の柱が創建当時のもので、左側の柱、壁が2011年春高の耐震補強工事により補強されたもの。平成に入る頃から、友楽館は雨漏りなどの老朽化が目立つようになってきた。日立市は1995年から翌1996年にかけて約1800万円をかけて雨漏りの応急対策工事を行った。 なお、この応急工事時に1940年頃に設置された日の宮蔵は最終的に撤去される。しかしその後も雨漏りは続き、2000年6月の友楽館建築調査時に雨漏りが激しい状況が指摘され、2003年8月には雨漏り調査が実施された。調査の結果、全部で12箇所の雨漏りが確認され、 その多くが屋根に隙間が空いてしまっていることによる雨漏りであることが明らかとなった。雨漏りの他にも雨どいの腐食も激しくなっており、雨漏りと雨どいの腐食によって漆喰壁の剥落、土台の腐食なども確認されるようになった。2005年になると雨漏りはより激しくなり、館内にバケツを置いたり、ブルーシートを敷くなどして対応せねばならない状態となった。 同年11月からは、トモラ区間の耐震構造調査が実施された。調査の結果、震度6程度の地震で倒壊する恐れがあることが判明し、2006年度からトモラ区間の使用は禁止されることになった。当初、トモラ区間は2年間の予定で回収が行われる予定であった。しかし回収はなかなか始まらなかった。この間、2007年には、 経済産業省は地域活性化のため優れた産業遺産を近代化産業遺産として認定した。友楽館区間も近代日本の重工業化と地域経済の発展を支えた上半地域の高工業関連遺産群の構成遺産として推薦されていたが、北地市は建物の老朽化と利用方針が確定していないことを理由として推薦を辞退する。 なかなか友楽館の改修工事が始まらない状況を見て2009年5月に友楽館を考えるつどいは日立市長に対して早急な修理を求める要望書を提出した。結局2009年9月28日日立市定例議会は麻生内閣の地域活性化経済危機対策臨時交付金から約2億4000万円合併特例債 1> 約1億5 0 0 0万円、そして日立市の一般財源から約23万円の総額4億円近くの友楽館回間改修予算を可決した。そして9月30日には、友楽館がこれまで日立市民文化の向上、振興に大きな寄与をしてきたこと、和洋折衷の大型木造建造物として特に外観は創建当時の形をよく残していて、 文化的に高い価値が認められること、さらに、日立市の高工業発展を示す貴重な産業遺産であることが評価され、日立市の有形文化財に指定された。日立市は、とも館の改修費用の予算を可決したが、これは建物の老朽化と耐震性の問題を解決する必要最小限のものであり、とも館を考える集いなどが求めていた劇場。 芝居小屋としての復活を目指したものではなかった。工事は、雨漏りの原因である屋根の吹き替え、耐震性の強化のため、現存の建物の壁面内側に、木造の補強壁を設置すること、外壁は既損の漆喰を塗った杉板を取り外し、破損が著しい杉板は交換し、補修可能な杉板は、補修を行った上で漆喰を塗り直す。さらには、土台の回収。 天井の雨漏り部分の修繕などという内容で行われることになった。2002年7月24日午後10時10分ごろ、楽館から出火、木造2階建て1615平方メートルのうち、1階、南側トイレ付近の外壁など、約30平方メートルを消失した。日立所は、現場周辺には普段火の毛がなく、建物の外側が燃えていることから、 放火の疑いもあるとして捜査を行った。2010年1月、友楽館の改修工事が開始された。館内の工事は3月半ば、屋根は5月から工事が始められた。工事は順調に進み、2011年2月には友楽館の周辺整備が始まった。友楽館の改修工事がほぼ終了し、竣工直前となっていた2011年3月11日。 東日本大震災が発生した。日立市は震度6強の揺れに襲われ、多くの建物が全半壊した。しかし友楽館区間は耐震補強工事が終了した直後であったため、2階部分の漆喰壁に若干の被害があったほか、玄関と土台に浅いひびが入った程度の極めて軽微な被害にとどまった。大震災は改修工事の進捗に影響を与えることはなく、 3月25日には竣工し、工事内容の検査も月末までに完了した。そして5月からは日立武道館としての利用が再開された。現在、大都市部にある商業資本による大劇場以外、日本にある劇場、芝居小屋の多くは行政が所有権を持ち、個人所有の劇場、芝居小屋も何らかの公的支援を仰いでいる例が多い。これは、 現状では劇場のほとんどが商業ベースに乗っていないことの反映であり、劇場、芝居小屋の再生、そして再生された後も公的支援が不可欠な現状となっている。一方、かつての劇場、芝居小屋の再生運動や運営に参加している人たちの意識は古い劇場、芝居小屋へのノスタルジー、地域住民として劇場、 芝居小屋の運営に参画していくという意識、そして町おこしという三つの意識が交錯していて、地方自治体の財政難の中、支援している人々と行政との間の溝が深まっている。このような流れの中で、友楽館のあり方についても、劇場、芝居小屋としての復活を求める市民団体である友楽館を考える集いがある。一方で、財政難の中、 改修工事も当初の予定通りには進まず、結局建物の老朽化と耐震性の問題を解決する必要最小限の工事が行われ、日立武道館として使用が再開されている。改修工事後も劇場、芝居小屋としての復活を求める声は継続しており、これまで戦災、劇場、芝居小屋の衰退、そして東日本大震災という危機を乗り越えてきた。 友楽館感は、そのあり方についての論議が続いている。ありがとうございます。